写真拡大。西武が盤石のブルペンコア4を戦いの中心に据え、勝負の10月を睨んでいる。26日のロッテ戦、メットライフに4対2と逆転勝ちし、このカードを4勝2敗と勝ち越した西武。首位ソフトバンクに1ゲーム差とし、28日からの福岡6連戦に乗り込む。この日は19年目の中村、栗山のベテランコンビが効果的な3本の敵陣二塁打と気を吐き勝ちを拾ったが、野手のコアは4森山外元は依然打率2割4から6分付近を低空飛行。特に昨年の首位打者森はここ10試合で打率1割8分2厘0打点と絶不調の最中にいる。上がってこない上位打線の状態もあり、辻監督は大きく負け越さないようにまず5割という中期戦略を立て、チーム力の整備に重きを置きながら勝負の10月を睨んでいる。その西武の戦いにおいて、リーグを連覇した過去2年との大きな違いはブルペンのグレードアップだ。昨年パリーグ記録を更新する81試合登板と大車輪の働きをした平井、3勝1敗9ホールド、防御率 3.52 と守護神増田、2勝9セーブ、防御率 0.69 に加え、今季はこの1週間で誕生した160キロの平良、6ホールド、防御率2月3日、ギャレット、2勝10ホールド、防御率 0.59 が圧倒的な存在感を放。26日の試合でも1点ビハインドだった6回以降をこのコア4が無安打無失点系統でつなぐと、6回に中村、栗山コンビの連続的敵陣二塁打などで3点をもぎ取り逆転に成功。相手に付け入る隙すら与えなかった4枚への信頼を、指揮官はそれ方程式の存在がチームにとって一番いい形。投げている先発投手も1点でも少なく抑えていれば、かつチャンスが出てくるという気持ちになれると語っている。いずれにしても今年の西武の勝ちパターンは、いかにいい形でこのコア4につなぎ、そして疲弊させずに勝負の10月を迎えるかにチームの戦略が移行している。そしてそのブルペン運用も今のところ万全。今季から15年ぶりに投手コーチとして西武に復帰した豊田清投手コーチが緻密な連投の管理を行い、ここまで31試合を消化して3連投したのはギャレット、増田、いずれも6月26から28日ホークス戦の2度のみ。コア4に本格的な鞭を入れる10月までは、いかにブルペン陣を無理使いせずフレッシュな状態を保つか。その鍵がこの時期のブルペン運用、2連投で1日休みのようだ。